スペイン内戦をフィルモで撮影するロバートキャパ1937年5月。絢爛豪華なフィルモ75撮影機。フィルモはアメリカ合衆国のベルハウエルが製造した 16mm フィルムおよび 8mm フィルムの映画用カメラ、映写機、付属品の製品ラインである。フィルモ撮影機のシリーズは1923年のフィルモ70に始まる。 それは半世紀以上にわたって続いた同一の基本筐体に築かれたモデルのシリーズの始まりであった。ベルハウェルがアマチュア用に意図した 17.5mm フィルム用、撮影機の1917年の輝かしいプロトタイプがベースになっている。1920年、同社がビクターアニマトグラフと共にコダックの 16mm 計画に招かれた時、 同社は素早く先進性を理解し、直ちに 17.5mm フィルム用撮影機を。フィルモ70は最初のバネ仕掛けモータードライブによる 16mm 撮影機である。1925年にはフィルモ70の設計をベースにした手持ちの 35mm フィルム用撮影機アイモを登場させた。アイモもまたバネ仕掛けであったが、同様に手回しとしても、 使用可能であった。ベルハウエルがレンズの回転台を搭載した最初の 16mm 撮影機であるモデル C を発表したのは1927年であった。豪華絢爛に装飾され、さらに小型になった 16mm 撮影機フィルム75がそれであった。同モデルは1928年には何よりも腕時計のように薄型の女性用カメラとして、 売り出された。ついで1931年には、ほぼ正反対のアイデンティティを持ってデザインされたフィルモフィールドカメラが、そっけない外観で発表された。しかし、フィルモ75のカビな装飾も使用可能であり、ネームプレートを除けば、初期のバージョンから区別はつかないものであった。フィルモストレート8撮影機1932年。 コダックが 8mm フィルムを発表したとき、ベルハウエルは、この新企画には飛びつかず、ベルハウエルが 8mm に着手したときには、それはすでにコダックのスタンダードではなかった。初めて 8mm 用のフィルムが発売されたのは1935年、シングル幅用の 8mm 撮影機、フィルム 127A であった。このベルハウエル式シングル8、 ストレート A とは8は W8 ほどには市場に出回ることはなく、1936年には W8 に設計し直されて、フィルモ 134A として発売された。第二次世界大戦後の1950年代までフィルモの生産は続けられたが、このタイプの筐体のものであった。フィルモ 70DR に水晶動機モーターを搭載したもの、16mm フィルモ、 撮影機はすべて100フィートの1 6トルでライトフィルムを使用し、バージョンによっては400フィートの外部マガジンを搭載することも可能である。ネ、ね、ジ巻きバネが標準仕様であり、バージョンによっては直流、交流の1 2ト電動モーターのアタッチメントが用意されているフィルモも存在する。クリスタルシンクロモーターがアイモのために開発されたが、後にフィルモにも適用された。 撮影機には C マウントレンズが搭載されているが、これは1927年のモデル C からの使用であって3つレンズの回転台が装備されている。初期型の回転レンズ付けモデルにはドラム式のファインダーを使用するもの、あるいは分離したファインダーレンズのセットを使用するものがあり、後継モデルのそれぞれの焦点距離に適合するものであった。フィルム七十 a や フィルモ 70C といった初期型では、秒間を8コマあるいは16コマ、もしくは秒間16コマあるいは32コマの2種類の回転スピードで設計されており、オプションとして秒間12コマ、16コマ、24コマの3速撮影機が存在した。1927年にモデル D でスタートして以来、ほとんどのバージョンでは、 秒間64コマまで速度を上げることができたが、1925年の高速型と呼ばれたフィルモ70バイトでは、秒間128コマの単一速度でしか撮影ができない仕様であった。同型は極限のスローモーション効果を生み出し、運動解析に使用された。1935年に発表されたフィルモ 70E はモデル D の回転台なし版であり、 スピードのレンジの短いものであった。本撮影機は映画産業において最適なスタンダードとなるべく作られ現在もなお学生映画作家に人気を誇っている。ほとんどの機種、方は非常にありふれているがフィルも70バイトあるいはフィルも 70BD は極めてレアでありフィルも 70AC モルガナカラーシステムに至っては宣伝期間も短く 現存する例でしか知られていないものであり、プロトタイプ段階でお蔵入りしたものと推測される。ありがとうございます。